こんにちは。鍵盤ライフしようかなって感じです。こんにちは。何を弾くかといえば、まあ僕の最近ハマってるやつですね。なんだっけ。なんだっけ。あれ、どっか行っちゃった。あれ？あれ？あれ？まあいいか。鍵盤ライフです。あ、和藤です。はい、すいません。はい、今日は ディファイを弾こうかな。J ネプリスプリス。なあ、次回またやろうと
前言ったような気がしますね。どういう意味だっけこれ。調べます。私はできない。Google 翻訳されましたよ。まあいいか。グリルレアンス。ドゥファイ。では弾きますね。ああ、ワトです。めちゃくちゃ音でかかった。ああ、面白い。なんだこれ。いや、ちょっと早かった。また。まあ、練習します。何回か弾きますよ。ちょっと読めないけど読んでみようかなみたいな感じですね。
最後が難しい。まあまあまあ、そんな感じのあれですね。最後にもう一回やってちゃんと弾いて次の曲いきますね。わかりました、大体、うん、はいはい。ラストでフェアイ。わかりました、次の曲いきますね。ラス、びっくりマーク。クレ。どういう意味かな。ラスクエフライ。どういう意味かな。さあ、何がフェア？日本語訳じゃないじゃん。さあ、何がフェア？わかった、はい。じゃあ面白いですね。やっていきましょう。ですね。ああ、明るい曲です。なんとも言えず。ちょっと水を汲みますね。
はい。中世フランスの歌の音楽です。歌です。まあ、こういう合唱曲が、いつかな、まあ千、いや、いつだろう、ディファイっていつまででしょう。ちょっと調べますね。だいぶ昔で、中世の頃の音楽聴いてます今。だから1397年生まれだから1400年代の音楽です。これも1420か30年くらいの頃にフランスで歌われていた曲です。それを楽譜に起こしてあるやつがインターネットに転がってるっていうのもすごいですよね。これ無料で手に入るんですよ。IMSLP というサイトで。もう一回弾きますね。いい曲なんで。はぁ、間違えた。もう一回弾きますね。まあまあ、いつでも、こんな感じで。曲です。いいなぁ。クエルフロンテシグノレイリ、クエルフロンテ、サインオリーブ、ORILL。これもまたわけわからん訳された。そのフロントシニョーリー、
フロント氏の理由が何か知りたいんだろう。リオ・ムルフ・デュファイの次にローマの作曲家と続きます。コメント・スイート。はい、行きまーす。わかんないけど、もう一回まあゆっくり弾いてみましょう。なるほど。大体わかった、うん。おそらく釣りにでも出かけたんでしょう。うん、いや、わかんない。フロントシニョリーヌの意味はやっぱりわかんないわ。ちょっと調べてみよう。フロントシニョリーヌ。
検索結果ありませんって言ってた。フロント、シブエリア、シブエリア、フロントっていうのは、その前の、みたいな感じじゃない？シブエリアは、白鳥かなんかじゃないの？違うの？あ、デュファイの曲をボーカルに歌わしたのがありました。ちょっと後で再生しようかな。何でもあるなぁ。はい、次は。今何分やってますか ?26 分か。ああ。じゃあまあ、まあこんなもんで終わりにしようか。うん、こんなもんで終わりにします。はい。最後にちょっと弾いておきましょうね、なんかね。はい、ありがとうございました。